人の本体がいるっていうのは。そうだ、崖の陰で隠れるようにしていたらしい。そんな場所、少人数で探してたら絶対に見つかりっこなかったのね。お手柄ですね、ペリちゃん。私の力じゃない、村のみんなが協力してくれたから。だから見つけることができた。私一人の力じゃきっと何もできなかった。それにまだ決着がついたわけじゃない。油断はできないぞ。その通りだな。気を引き締めていくぞ。すでに全うしたと判断したんだろう。今回は彼らの助けもあったからこそここまで来ることができたと思う。本当に私がずっと館にこもりきりじゃきっとこの結末は得られなかった。ありがとうルリア、改めて礼を言わせてほしい。フェリちゃん、お礼を言うのは全部が無事に終わったからです。まあこのイオちゃんがいる時点で負けるなんてありえないけどね。ようやくここまで来たんだもの。ここで負けちゃ格好悪いわよね。ここでしっかり決着つけてやろうぜな。私からも頼む。どうかどうかこの島に正しい秩序を取り返してくれ。
太陽に託されし力、今ここに。マリブスガオ、正気。妖精の加護にて闇打ち払う、アレキサンダルプラズマ。私もそろそろだろう。うん、じゃあね、フリちゃん。短い間だったけど、お前たちには本当に世話になった。悪いが、私は先に向こうへ行っている。何十年何百年か後に再会したら、その時にはお前たちの冒険の話を聞かせてくれ。はい。向こうでも元気でいろよな。おいおい、どうなってんだよ。さっきの感動の別れが台無しじゃねえか。いいじゃないですか、Bさん。理由はどうあれ、消えないで済んだんですから。しかし、どういうことなんだ。他に残っている村人などはいないようだが。いや、おそらく消えたのだ。人を拒み続けた七死の幽霊が。ここにいるのは、新しい名前をもらった新しい私だ。きっとまだ私にはやることがある。だから消えることなくこの世に残ったんだろう。そういうことなのかもしれませんね。エリちゃんがご家族と再会できるのはもう少し先のことになりそうですね。そうだな。だから家族いいもの。トランク、いい加減教えろ。お前は何が目的だったんだ。セレストにお宝なんてないのは。そうだね。僕のおばあちゃんは年中、子供の頃は体が弱くって、治療、それで治療が終わって故郷の島。まさか、その、それ以来最愛の、いっつもおばあちゃんは子供の頃から聞いてた話だからさ。そうか、それで。おばあちゃんが言ってた通りの、できることなら